やった焼肉だ。焼肉。焼肉。焼肉。ほぼ。本当だ。やだ。やったー。青物将来ぶりおめでとうございます。とりあえず後ろ持っていきます。はい、どうも。焼肉。焼肉。へえ。最近喉の調子が悪いから。乾燥してますか。はい。口内炎ができちゃって口の中痛いです。ほう。もう高い声があんまり出ない。ほう。最高です。ありがとうございます。なんだ大きいじゃん。ひらめか。大きいでしょ。大きい。でも大きいじゃん。大きい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 。250g 大きい。大きい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 。うわ、大きいじゃん、確か。よし。あっと、またまた動画来た。よかったよ。なんだこれ。ほぼ。リーダー。大きいと思ったのに。大きくないですよ。あ、そうい。あ、違う。マハタ、やった。高級魚。見たことない。いや、これは超高級ですからね。おめでとうございます。おめでとうございます。よし。網破けないように一回魚大地球抜いちゃったんです。サッと、パッと。え？そのまま抜いちゃって。そのまま？そう、そうです。おめでとうございます。マハタ、すげえ。やったー。超高級魚。写真撮らせて。座って持つとかっこ悪いよね。はいはいはい。そう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 。待って持つとかっこいい。でそこをバス持ちするとかっこ、まあちょっと手が違うんだよな。まあいいか。あ、そうそうそうです。じゃあ写真行きます。でこちら。バイバイキー。どうぞ。どうぞ。へん。フィッシュ。うわー。ドラッカチュー。あ、ジュー。お、ズン。ズン。ズン。どう。おー。みょーすげえ。あとドラッグが出てるの分かんないから、あっちょっとこっちから。あとうおー、リーズが緊張するんだよこれ。ドラッグが出ない。あ、出た出た出た。みょー。おお、はい、そうだね、だからそう、はいはいはい、どうも。おお、あー、たまに落ちた。ネットが長い。ネットが長い。うん、ゆっくり。暇してますからね。
ゆっくりやって、なんだ、ゆっくりやって魚の口の傷口が大きくなるようにそうそう中層ぐらい来たんですね。あ、中層？うん、23階青野かじゃん。うん、25階なくなったよね。青野かもしれないですよね。うん、あれ、青野のほど暴れてない。あ、そう？暴れちゃったね。ほんで、当たったよって言ってから、はい、離した後、また取ってくってきたよ。じゃあ、ほぼか。でも、ラインの角度がそんだけ変化する。あれでも、タイか。だね、青物の脱脂はねえもんね、うん、神田最大比べた。負けてますよね、うん、それなりに負けてます。ああ、感覚も欲しいんだな。入れる、よかった。今日はもうあれか、永遠に帰れないかなと思ったんで、よかった。やはりおめでとうございます。イエーイ。やったー。やったもっと行け、もっともっともっと、はい、大丈夫です。あんまりやると潜水病でね、死んじゃうよ。あれあれあれ、なバレちゃった。いや、バレた。はい、はい、嘘。ちっちゃー、あ、ちゃー、まだい。はい、おめでとうございます。寝ちゃった。よし、ナイス。まだいい。やっぱりね、うん、でもほぼとはちょっと当たり方が当たり方がシャープ、あのシャープすぎんじゃない、タンタンタンとかね。あれ、なんだ、あ、いあれ、ここがやっぱり、ほぼだ。でけえ、これは、ね、まるちゃん、そっち行ったら、こっち、こっち、これ買ったら高いです。そのまま抜いちゃった方がいいです。そのまま釣りと買った方がいいです。ネットに張り絡まる前に当たらずから、ごめんなさい。これを買ったら相当しますよ。一旦下に魚、ぼかしてください。うわ、でかい。おめでとうございます。相当大きいそうです。葉っぱじゃなくて。ねえ。おぉ、もにゃー。でか。写真撮らせて。写真。
そうやって見るとちっちゃくなった。まあ、はい、行きます。はい、さっきのあの、でっかいのが重曹だった。だいぶ上だよね。上、もう回収、そう。ぶんぶん回収の最中ですか。は？今、早巻きです。そうだよ、わかるよ。だって、針絡まってるかどうか確認。すげえ。下の方で20回ぐらい巻いてたって、その上だった。たまげた。タイじゃん。800g とかありそう。あ、はい、カメラが、カメラが、と竿をまっすぐ、そうそうそう、こっちそうそう、真正面です。さっとです。あ、はい、やらない方がいいです。船の真下に入っちゃうと大変だな。おめでとうございます。綺麗な体勢です。はい、年間特別賞。あ、大丈夫。まあ、まか。まだいい。あっちゃ。どっちどっち。なかなかこんなちっちゃいのは切れないやつは。いや、でも、で、そんだけ。乗り合い線で釣ってるのは、金魚サイズの花代より大きいですから、絶対大丈夫。あら、はい、おです。まだいい。抜いちゃった方が、抜ければ抜いてしまう。